車に押し込まれ、ガラスに額をつけたまま、大きなため息をついたら、直樹がメイル、どんなに悲しい会社に着いたなら笑顔振りまいて、ジョークの一つも飛ばす、何を求めて明日を探せばいいのか、仕事を始めていたずらに時間が流れてゆくけれど、けじめと名のついた卒業証書が欲しい、誰もが